どうもこんばんばは、高山でございます、えー、今、時間はね、もう1時過ぎで、ずいぶんと真夜中にカメラを回したわけなんですけれども、今、あのー、あお正月でじっくり帰ってきて、えー、地元の友達とお酒を飲んで、えー、帰ってきて、えー、という時間になっています。まああのー 10月ぐらいかな今年の10月ぐらいに、恥ずかしい気持ちもゼロじゃないっていうラジオ番組をこう続けていくために、えー、続きの2月までに毎日 YouTube を更新します。えー、それで、えー、チャンネル登録1000人を目指しますっていう目標を立てて活動しているわけなんですけれども、まあさすがにね、こうやってお酒を飲んで帰ってきて、えちょこちょこ、あの、ちょっと今日はいいかな明日日本をあげるんで許してくださいみたいな。 気持ちになることもあったんですけれど、ちょっとそれはね、えー、なんか、あの、自分で約束したことを裏切るような気がして、えー、今、あのー、カメ回してるわけなんですけれども、えー、まあ、振り返ればね、去年の年末に、えー、チャンネル登録がまだ80だか90だかの中で、えー、2023年までに100人目指しましょうって言って、えー、お友達とか、 知り合いとかに声をかけて、えー、なんとかチャンネル登録をしていただいて100人伸ばしました。で、今あの、チャンネル登録1000人っていう目標で活動をしていて、全然、こうね、目標にはまだまだほど遠いんですけれども、現在、今日の時点で285人の方が登録をしていただいていて、ここ1年で180何人の人がね、僕らのラジオ番組の YouTube を登録している。 ということで、えー、本当に、なんていうか、うん、考えてみればね、ありがたい話だな、というふうに思いますけれども、やっぱりこう、まあ、そういう中でね、今、何か一つのこと、ダイエットでもいいし、筋トレでもいいしい、こういうツイートでも、投稿でも、毎日ブログの更新とか、何かを毎日続けている人に、なんいうか、うん、人たちと一緒にこう分かち合いたいっていうのは、 結局こう最初の何もしね、あの、知名度とかがないうち口って、えー、毎日やりますと宣言して、その接近が達成できなかったとしても別に叩かれもしないし、お前なんでだよ、お前約束も持ってねえじゃねえかっていうふうに、まあ言われることは別にないとは思うんですけど、それでもね、うん、結局、じゃあ誰が苦労するかっていうと、 その後の自分じゃないですか。あの時ね、こういう前例を作っちゃったらね、なんか飲みすぎて帰ったで。お酒を飲みすぎて起きているのも眠い眠いっていう時だったら、まあ今日ぐらいは良くて次の日2本更新すればいいやっていう風になっちゃうじゃないですか。だからね、それはやっぱりいつか自分のこう首を絞めることにもなりますしね。あと、僕はこうラジオ番組を始めてみて、えっ、ー、と、やっと夢が叶った。 ですよねラジオのパーソナリティになりたいいっていうだから今まではこう何か夢に向かってそれを叶えるために何か発信するとか何か行動するっていう風になっていたけれどもこれからは今現在叶ってる夢をその叶っている状態をどれだけつなげていけるかみたいな発想にもなるわけですよだからそういう夢のかけ方もあるのかななんていう風に思ってね えー、もしね、この動画を見ていただいている何か一つのことを続けていこうという思われる方々、まあ、さっきも言いましたけど、ダイエットしようとか、毎日筋トレしようとか、ジョギングしようとか何でもいいんですけど、そういう時に、別に今やめたところで、誰からも何も言われないしなっていうような自分が出てきたらですね、えー、それはやっぱりこう、目標をかけている、夢をかけている自分に、 ちょっと恥ずかしい思いをするっていうことをですね、なんか分かち合いながら一緒に頑張っていけたらいいなっていうふうに思うと同時に、結局何か一つのことをずっと続けていくと、誰からも評価されなくても、えー、その後の動きを続けていく活力が自分の中に生まれていくんだよと振り返ってみたら、僕も結局 YouTube 毎日更新しますって言って今日で83だか4だかね、 二ヶ月弱やってますけれども、こう一つのことをこんだけコツコツ続けるって僕の人生の中でも初めてぐらいなんですよね。っていうふうな、あの、結果がね、そのアウトプットだけでも、その結果が目に見えて見えるだけで、明日も,もやっていこうっていうような、あのー、気持ちになれるので、えー、皆さんですね、何か、あのー、一つのことを続けていこうとしている皆様に、 何か一緒にやっていこうというような気持ちになればいいなというふうに思っています。と同時にですね、だらだら喋っていますけれども、これからもラジオ番組言い続けていきますので、恥ずかしい気持ちもゼロじゃないですね。えー、応援していただければあいいなというふうに思っております、えー。こんな、今日は、あの、<laughs> こんなもんですいませんというようなところで、ねえー、応援したいと思いますけれども、お今日で最後の人は、ああ、よいよお年をお迎えください。中山ひろしでした。